はい、こんにちは、こんばんは、タカです。今週目立つ動きをしているのはまずはドル買いの流れ、それに加えてポンドの買いの流れ、あとは豪ドルの売りの流れ、このあたりが今週は特に目立つ動きをしているんですけども、昨日はその中でもドル買いの流れは一旦お休み、ポンドの買い、豪ドルの売りというのは継続して出ていました。全体的に見ていけば流れはまだ継続している形、反転の流れというのは見えていません。とりあえず今日もまずはこの流れを追いかけていくことにはなりそうですね。そのあたりを個別のチャートで見ていきたいと思います。まずこちらがユーロドル、1時間足に日足を重ねています。日足のサポートを今週割り込んでいます。トレンドが出ていますので、まずはこのトレンドを追いかけていくことにはなります。高値を切り下げる動き、安値を更新する動き、昨日の日足はこのうち安値を更新する動きにはなりませんでした。一旦はこの流れ止められた形、なので今日の動きがとても大事になってきますね。高値を更新して引けるような形になってくると、いよいよこれは下落の流れが一旦止まって、調整局面に入っていくということになります。逆に安値を割ってくる形になると、これはトレンドの継続を見ていくことになります。今日の終値がとても大事になってくるということになりますね。そして今日は金曜日ということになりますので、週足も閉じるタイミングということになります。日足ではこういった下落のトレンドが見えている中、週足ではどのように見えているのか、今の現在地を見てみたいと思います。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。こう見ると今週のこの週足というのは完全に下にブレイクしている流れに見えてきますよね。レンジからのブレイク、まだこの週足は閉じてはいませんけども、今日よほどの動きがない限りはこれも下抜けの流れになってきそうです。そしてこれね、下にブレイクしたということは来週以降、これは安値の更新という流れを見ていくことになります。つまり週足レベルの下落のトレンドを見ていく流れとしては、ユーロは今のところあまり動いていないんですよね。ドルの影響でこういった形になっています。ただチャートは崩れてしまったという事実はありますので、来週以降はこのユーロの売りの流れというのが出てくるかもわかりません。まだ大きな流れを見ていけば、こういった上昇トレンドの押し目なんですよね。どこかで買いの流れは見ていけることにはなります。押し安値を割らなければということにはなりますけども、どこかでブルビアの攻防というのが起こって、この結果を見ていくことにはなりそうですね。この押し目買いが入るまでは、まずはこの下落のトレンドを追いかけていくことにはなりそうです。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。ここ最近ずっと言ってますけどもね、この4時間足の波を見ていくと綺麗なトレンドが見えてきます。調整と下落の繰り返し、この戻り高値を抜けないまま安値を更新していく流れというのが続いています。今この4時間足を見てみると、前回の高値を超えてきています。やや反転の流れというのが出てきていますので、この流れがまずこの戻り高値を抜けていくのかどうかですね。こういうところを見ていきます。抜けない限りは戻り売り、抜けてしまえば反転の流れ、波が綺麗に見えていますので、まずはこの波の結果を素直に受け入れて相場の方をね、判断していけばいいのではないかなと思います。上位足の環境を見てみると、週足はレンジからのブレイク、日足は下落トレンドが継続、そういった環境もありますんでね、この戻り、まずは売っていく形でもいいのではないかなと思いますね。ただししっかりサポートは見つけていきたいですね。短期足でもいいので、これ以上上がらないというポイントを見つけた上でのショートの流れ、この流れを見ていきたいと思います。はい、こちらがユーロ円、1時間足に日足を重ねています。同じような見方ができるんですけども、この日足のサポートを割り込んでからのこの下落のトレンド、安値の更新という流れを見ていきたかったんですけども、この2日間ほどはね、この更新がありません。底値圏でのレンジ相場が生まれています。こうなるとこの下落の流れは一旦止められた形、次に見ていく流れというのはこの調整局面ということになりますね。反転の流れが生まれるのか、それともトレンドの継続が再度出てくるのか、現状ではまだ結果が出ていないですよね。この結果が出ていない中に飛び込んでしまうと、どうしても振らされてしまいます。なのでそれでもあえて飛び込んでトレードするんであれば、このトレードというのはもうあくまで短期的なトレード、大きな流れというのは抜けた後に確認をしていくことになります。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。クロス円というのは1周早く相場の方が崩れていますので、今週で2周目、週足は安値の更新という流れが出ているんですよね。つまりこれサポート割れてから週足レベルの下落のトレンドが生まれたということになります。今細かい部分を見てみると、この辺りに出来高が集中していますけども、これ来週もね、これ週足を見てみると安値を更新する流れを見ていくことにはなります。ということはこのレンジ相場、下に抜ける可能性が高いんではないかなと。ただこれは重ねてる足は週足になります。かなり時間がありますんでね、一度反発の流れを見せた後の下落ということも十分あり得ます。
思い込みは良くないと思いますけども、まあ、この週足はトレンドが出ている、安値を更新する流れは出やすい環境というのは、押さえておきたいですね。本日よほどの動きがない限りは週足はこれトレンドの継続を来週も見ていくことにはなりそうです。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。サポートを割れたところからのこの下落の流れ、今はこの底根圏でのレンジ相場が続いています。上に抜けるか下に抜けるかを見ていくわけですけども、まあ、上位足の環境も合わせて考えればこの下抜けの流れは本当に注意が必要ですよね。仮に上に抜けたとしても戻り高値があります。なかなかこういったところまで抜けていくのにはね、時間もかかってくると思います。反転の流れを見ていくためにはそれなりの時間や形が必要ということで、そういった意味ではこの底根圏を1週間かけて作ったというのはね、まあ、それなりに意味のある動きなのかもわかりません。まずはこのレンジ、ブルベアの攻防の結果を見ていきたいところです。はい、こちらがポンドドル、1時間足に日足を重ねています。トレンドはもう完全に下を向いてますんでね、この下落トレンドを抑えておけばいいと思います。押し安値も割れていますので、このトレンドの継続を見ていく。ただこの2日間の動きですよね、日足安値更新の動きが止まっていますので、今はこれレンジ相場ができていると見ています。つまり買いが入っているんですよね。この2日間ポンドの買いという流れが強弱チャートを見ると見られますので、今までのこの下落の流れからの反転の流れというのが出ているのかもわかりませんね。ちょうどこれ下落が始まったのが9月の1日、月末まであと1週間弱ということで、まあ、調整の反転局面というのがもしかしたらあるかもわかりません。ただしこのポンドドルが反転の流れになってくるということは、ポンドが買われてドルは売られないと上昇の流れというのは生まれてきません。だけども今の環境というのはドル買いの流れというのはやっぱり外せないと思います。ということはポンドもドルも買われやすい環境、最近で言えばドル円もそうでしたけども、強い通貨同士のペアというのはやっぱり難しいんですよね。強い者同士の中でより強いのはどちらになるのかというのを見ていかないといけないので、基本的にはやっぱりトレンドを見ていくんであれば、強い通貨を買って弱い通貨を売っていく、そういった目線で取り組んだ方がね、トレンドには乗りやすいと思います。ということでポンドドルに関してはね、どうしても難しい相場、手は出しづらいんではないかなと思ってしまいますね。逆にポンドの調整が終わって再度ポンドが売られるような形になってくれば、これはねポンドが弱くてドルが強い、そういったトレンドが生まれてくるということになります。ポンドドルで言えば下落の流れ、まだこれレンジ相場から抜けているわけではありませんのでね、ポンドの買いの流れは今のところ出ていますけども、このレンジから下に置ける形というのは十分可能性としてはあると思います。ポンドが買われている間というのは少し難しいと思いますけども、もしポンドが売られてしまえば、こういったポンドドルというのはね、まあ、注目していくことにはなりそうですね。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。この上昇トレンドの押し終わってしまったことで、今度は下落のトレンドを今は見ています。先週のこの週足というのはこの下落の流れを止めそうな形になったんですけども、今週の週足はこの安値を割り込んでいますのでね、この下落トレンドは継続する形になっています。ただしこの週足はまだ閉じていないんですよね。今日の終値ということになります。今日の終値がこの切り板 1.28 を超えるような形にもしなってくれば、これは週足の流れが止まったということにもなってきますんで、今後はこの下落の波に対しての調整局面という形で相場の方を見ていくことになります。下落トレンドの継続で見ていくのか、それとも調整局面で見ていくのか、ここには大きな違いが出てきますよね。なのでポンドドル、ポンドも買われやすい、ドルも買われやすい、判断とても難しいとは思いますけども、今日だけで考えていけば、まずは終値 1.28 を超えて引けることができるのかどうか、ここすごい大事なポイントにはなってくると思うんですよね。ポンドの買いの流れがもし出てくるんであれば、この 1.28 の回復というのはあるかもわかりません。今日の終値、言い換えれば週足の終値、しっかり確認をしたいと思います。はい、こちらが15本足に4時間足を重ねています。4時間足は綺麗なトレンドが見えています。今はこの底根圏でレンジ相場を作っているんですけども、先ほど見た 1.28 の回復というのはここになるんですよね。レンジから上抜けの流れが生まれてくればね、これは届かない距離ではないと思います。まだまだこの流れが生まれたとしても戻り高値を抜けたという流れにはならないんですけども、それでも週足がサポートされたという形、意味というのは大きいと思うんですよね。この週足のサポートを見て下で売っていた人たちの買い戻しの流れというのが出てくればね、それこそこの戻り高値を抜けてくるような形というのもあるかもわかりません。なかなかこれだけの大きな動きになってくると、ドルの買いの流れというのがあると難しいようにも感じますけども、その辺は相場の方を見ていかないとわかりませんのでね、ドルもいつ調整が入ってもおかしくない場面でもあるとは思いますので、ポンドドルに関してはまずは今日週足の終値という意味でこの 1.28、 ここをしっかり見ていきたいなと思います。
はい、こちらがポンド円1時間足に日足を重ねています。昨日の日足の動き、すごく大事な動きをしていると思います。こういった下落のトレンドが出ているんですよね。なのでこの日足の安値更新という流れを見ていきたかったんですけども、この日足を見ていくと安値更新がないですよね。昨日の日足に関しては高値を更新する流れというのも出ています。つまりこの下落のトレンドは一旦止められて、調整の流れが今生まれているということになります。昨日の日足がしっかり教えてくれたということで、仮ですけどもこの下にはサポートがあると、こういった流れで今は相場の方を見ていこうかなと思っています。であればまずはこれ調整の流れですけどもね、高値の更新を見ていきたい。あとは、下がってきたにしてもね、まずはこのサポートが本当にサポートされるのか、それを見ていきたいというのもありますね。例えば前回の足場というのは約1週間かけてね、この足場を作って、そして割れています。今回もそれぐらいの足場というのは作ってもおかしくはないと思いますんで、であればもう一度ぐらいはこのサポートを確かめる動き、このサポートが強いのかどうかですね。そういった流れの後に反転の流れを見ていく、こういった流れもイメージはできますので、昨日の日足というのはそれだけ大きな意味があるんですよね。ドルの買いの流れに比べれば円の買いというのは最近ちょっと弱まりつつもありますんでね、ポンドが買われればこの反転の流れは見ていけるかもわかりません。9月の1日からのこのポンドの売りの流れ、この流れが反転するのかどうなのか、そこを見ていくことにはなりそうです。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足を見ていくとこのサポートを割れたこの下落のトレンドを見ています。週足が安値を更新する流れというのが生まれていますので、まずはこの流れの継続を来週は見ていくということになりますね。ただしこの週足というのはまだ閉じていません。先週の安値というのはだいたい135円あたり、今日の値動きがこの135円を回復して引けるような形になってくると、週足は安値更新にならないんですよね。そうなると来週見ていく流れが全然変わってきます。ということで今日の終値がとても大事になってくる。この135円を回復するのかしないのか。今はポンドの買いの流れというのが出てきています。この流れが強まればね、この135円ぐらいは届きそうな、それぐらいの距離ではありますんで、今日の終値がどこになるのか、週足の終値ですね、どこになるのかというのは注目だと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。4時間足は綺麗な波が見えているという話をたびたびしていますけども、その流れで見ていくとこのポンド円はすごく面白い形が見えてきます。押し安値割ってますんで、まずはこの下落のトレンドを見ていたんですよね。トレンドの継続を見ていたんですけども、この戻り高値を抜けてきています。ということはこの4時間足レベルで見た場合、波が反転しているんですよね。こういった上昇のトレンドが見えています。まだこの高値を抜けているわけではないので、完全な上昇トレンドが出ているわけではないんですけどもね、少なくとも波は反転しています。そして今日見ていきたいのがこの135円あたり、終値で届くかどうかですよね。波は反転していますからね、この流れの継続で今日高値をつけることも十分あり得ると思います。ポンドの買いの流れというのもこの2日間出ていますんで、そういったのも大きな追い風になるかもわかりません。この高値135円をつけてくるかどうか、注目をしたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に日足を重ねています。トレンドが強く出ていますね。5ドルドルはずっと売られているんですけども、日足で見ていくとその流れがよくわかります。高値を切り下げて安値を更新する流れ、綺麗な下落トレンドということになりますね。大きな流れで見てもこういった下落のトレンドを見ることができます。反転の形は一切出てきていません。今この形でロングを狙っていくというのは本当に難しいと思います。僕自身はね、こういった重要なポイントを抜けるための足場というのがなかった、この点少し気にはなっているんですけども、だからといって反転の流れはまだ見れないですね。直前のこの上昇トレンドの起点で考えたとしても、押し安値はここにあるんですよね。そこも割っていますので、重要なポイントを2箇所ぶち破っているんですよね。すごい強い下落ではあるんですけども、どのポイントを見ても足場がないということで、僕はショートも追いかけるのは少し難しいなとは感じてしまいます。なので、様子見ということにはなってしまうんですけども、反転の流れを見ていくんであればね、まずはここのサポートを見つけていきたい。少し時間はかかるかなといった感じはしますね。はい、こちらが4時間足、週足を重ねています。この週足を見てもらうとすごく形が悪いのがわかりますかね。押し安値を割っています。相当な動きがない限りはこれはもうブレイクになってしまいそうですよね。ならば来週もこの週足の安値を更新する流れを見ていくことになります。ということはまだまだこれ反転の流れは見えてこないということにもなってきますよね。日足で見ても週足で見ても5ドルというのはとても弱い形、なかなか反転の流れを見ていくのは難しいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。
4時間足を見てもなかなか反転の流れというのは見えてこないですね。今はここ底根圏でのレンジ相場と見ることはできるかもわかりません。ただしこれ反転したとしても戻り高値はこんな高い位置なんですよね。ということはもし上がったとしてもこの下落の波を見た戻り売りというのが入ってきてもおかしくはないです。どの形をとってみても売りというのは常に警戒をしていかないといけない、そういったチャートにはなっているということになりますね。短期的なこういった底も見えてはいますけども、これをもとに反転の流れを見ていくのは難しいと思います。上位足もそうでしたけども、こういった短期足を見てもなかなか厳しいチャートだと思います。流れを追うんであれば、売っていくかそれとも様子を見るか、買うというのは少しリスクは高いかなと思いますね。はい、こちらが5ドル円1時間足に日足を重ねています。日足のサポートを追われてからのこの下落のトレンドが強く出ています。この上昇の波を見てもね、押し安値はこの辺りにあったんですけども完全に抜けています。これ9営業日連続の下落ということで、かなり強い下落のトレンド、だいぶ伸びていますけども、それでもトレンドは続いていますので、今日もこの安値の更新というのは見ていきたいと思います。懸念する点があるとすれば、やっぱりこれは足場がないことですかね。こういったところの足場がないのがどうしても僕は引っかかってしまいます。ただし、だからといって買うことは今のところできないですね。サポートされるような形が見えてくるまでは売りを狙っていくことにはなります。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。今週の週足が押し安値を割っています。まだ週足は閉じてはいませんけども、これだけ抜けてしまえばこれはもうブレイクという形になってくると思います。ということは来週もこの週足安値を更新する流れを見ていくことになります。もちろん調整の流れも出てくる可能性はありますけども、今の段階ではこれは買えないですよね。この上昇波の起点部分、押し安値というのもありますけども、流れを見てもなかなか押し目買いという形にはなりそうもないかなと思います。ひとまずの目処として、この押し安値までの下落の流れ、これを見ていきたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。4時間足が波になってないんですよね。もうずーっとダラダラと下げている動き、直近少し流れが止まっているようにも感じますけども、この流れからの反転で、相場が反転していくことを見ていけるかどうか、僕はこれは厳しいと思うんですよね。これだけ強い下落のトレンドが出ていますんでね、まずはサポートを見つけていきたい。戻り売りというのもたくさん消化しないといけないので、上昇するにも時間はかかってしまうかなとも思います。そして一番大事なのが、これ上位足の形を見てみると、このレンジからの下抜けの流れというのが出てくる可能性、これもまだまだ十分にあると思いますんで、安易なロング、寝頃感のロングということですね、これは注意をしたいなと思います。はい、最後にドルの動きを見て終わりたいと思います。こちらがドルインデックスの1時間足のチャートになります。レンジからの上昇の流れ、日足が上昇トレンドになっていましたけども、昨日は一服ですね。なので今日の動きがとても大事になってきます。高値を更新していくのか、それとも安値を割ってしまうのか。これ高値更新の流れが出てくれば、これはドル買いの流れを追いかけていけばいいと思うんですけども、仮に調整の流れになってしまった場合は、これ8月の高値、ここに絡むような動きになってくるかもわかりません。この8月の高値というのは月足の高値ということにもなりますんで、抜けを見ていくためには月足レベルの抜けを見ていかないといけない。今月閉じるまでにあと1週間弱、もう少し時間がありますので、その間この高値を試すような動きになってくるかもわかりません。レンジからの抜け、月足の高値の抜け、高い壁を2つ破っていますんでね、それなりの調整というのはあるかもわかりませんね。今のところは大きな調整を見ているわけではありません。押し目は買っていきたい、そういった流れでは見ていますけども、昨日日足が高値を更新できなかったということで、短期的なドルの売りには注意が必要かなとは思います。それでも今日は週足が閉じるタイミング、この高値を超えて引ければ週足も高値ブレイクという流れになりますんでね、まずはその流れを見ていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別に動画の方を作っていますので、概要欄の方にリンクの方は貼っておきます。それでは今日も頑張っていきましょう。